ハロウィンさん、こんにちは。関連したことで皆さん、雪コートの編成どうしてますでしょうか？僕は最近ですね、この暴走仁王を使うのにハマってるわけなんですよ。まあ、なんでハマってるかっていうと、まあ、なんかね、雪コートって僕の気のせいかもしんないんですけど、ドリンクめっちゃ落ちてきませんか？相手が MVP セリアの時とかさ、もう相手スペシャル打ちまくってさ、ほんで相手がやっとオーバーフロー終わったわと思った時にタヌキがドリンク投げてまたスペシャル打ってくるみたいな、あんな地獄な状況が続くわけなんで、まあ、雪コートはね、すごいドリンク降ってくるイメージがあったんですよ。で、このね、暴走仁王のデメリットをそれで書き消すことができるわけで、もう暴走仁王っていうのはね、だいぶ前に下方修正が来たんですけども、まあこれですね、暴走する鬼の涙っていうことで、特殊状態中自分が出場したポイント数に応じて瞬間移動に必要なスタミナが上昇していくと、これも最後の方になると一回ね瞬間移動するだけでスタミナ100持っていかれるってね、もうえぐいぐらいスタミナ管理が難しいキャラなんですけども、雪コートはね、そのデメリットをかき消してくれるんですよ。まあ、体力がね、なくなったらすぐドリンクが降ってくるっていうね、この僕の思い込みプラスですね、雪コートっていうのはドリンクを取ったら10秒間移動速度プラス 30% になるわけですよ。なので、仁王って結構ね、走るの遅いキャラなんですけども、普通にね、このドリンクさえ取っていればですね、普通に走って追いつくことができると、瞬間移動しなくて済むっていう点でね、めちゃめちゃいいわけなんですね。で、仁王でおすすめのラケットなんですけど、無敵ラケットがでもいいとは思うんですけども、まあ、そこまでね、枯れる印象はなかったので、僕はもうギガスループスにしてます。で、たまにね、スカルマグネ持たしてる方おるんですけども、これはやめてくださいね。これはこういう感じで状態異常を与える相手にダメージプラス 60% なだけなんで、仁王はね、そういうね、状態異常とかかけるキャラじゃなくて、もうシンプルなダメージっていうキャラなんで、そういうキャラにはですね、ギガスループスつけてください。で、まあ、ギガスループスのスロットスキル何がいいかっていうと、こういう感じで、まあ、スロットスキル1もね、プラス 13% ついてたらなお良しなんですけども、もうもっと大事なのはこのスロットスキル3なんですよ。スピード、テクニック、サーブタイプのダメージプラス 40% みたいな感じで、まあ、3タイプへのダメージプラス 40% っていうやつがつけば、まあ、OK です。で、靴に関してなんですけど、これはね、普通に打球打ち抜けるダメージマイナス 30% っていうやつね、つけてる靴を履かしていただいたら一番いいんじゃないかなと思います。ということでね、まあ、エンブレムもスタミナダメージプラス 9% でダメージモリモリのね、この仁王を使っていったんで、その試合を見ていってください。どうぞ。このチャンネルでは白猫テニスについての動画を上げてますので、興味がある方はぜひチャンネル登録してください。はい、というわけで見ていきましょう。相手のレッダー2468ということで、めちゃめちゃ高いわけなんですけども、まあ相手が主に使ってきたキャラは、まあ、MVP セレナですね。まあなんかクレーコートよりも雪コートで MVP セレナ見る確率の方が高いっすよね。なんかめっちゃ強いっすもん、ほんまに。なんかどうやって戦ったらいいかわからんっていう感じ。まあ初め出た頃はね、なんか初期セレナと違ってまっすぐしかリープ打たれへんから弱いなと思ってたんやけど、思った以上にね、タヌキがね、ドリンクを渡すだけです。なんでそんなお前あげるんって思うんすけど、もう雪コートとかやったらマジでドリンクね、すぐ落ちてくる気がするんですよね。だからマジ雪コートにおいてはめちゃめちゃ害悪なわけですよ。ほんで MVP セレナってね、 SS を打つとですね、なんていうの、体力がさ、オバフロ SS 打ったらめちゃめちゃ体力回復してオバフロ満タン状態になるんですよ。ほんでそのオバフロが終わったら体力緑になるじゃないですか。これそっからどんどん体力削られていくと体力黄色になるじゃないですか。緑の次黄色なんでね、これ黄色になったら体力またバーンって増えて、またオバフロ状態になるんですよ。これがね、マジで強いんすよ。なんか、グラスコートに雪キャラおるじゃないですか。あれと同じような性能なんですけど、雪キャラの場合は、試合終了まで3回までその能力を発動できるって感じなんですよ。なので、SS 何回打とうか関係ないんですけども、この MVP キャラの場合はですね、MVP セレナか、MVP セレナの場合はですね、SS を1回打つごとに1回それ発動できるっていう感じなんで、まあ、1回体力を黄色にしてオバフローまた戻られるじゃないですか。そっからまた体力黄色にすればその能力は発動しないので、まあ、その時にですね、もっとご利用していけば相手体力黄色赤ってしていくことができて、まあ相手リープできない状況なんでね、 SS とかでね、 S1 とかでリープしてくるわけではないので、体力さえ枯らしてしまえば、まあそんなに怖くないというような感じなんですけども、先ほども言った通りですね、雪コートめちゃめちゃね、ドリンクが来るわけですよ。なのでマジで強い。ただまあこの暴走仁王であれば、これ見て、結構ダメージ入ったでしょ。今はね、相手がリープしたからね、300ダメージぐらい入ったわけなんですけども、まあ普通の弾でもこんだけダメージが入るので結構おすすめやったりします。そんで仁王ってね、オバチャをするとね、こういう感じのブレ玉ショットになるんですけど、これがね、相手着弾点見えてなかったら、もう普通にオンザラインとかで押してくることもあるんですよ。あれが結構強くてね、僕は使うのがすごい楽しいわけです。ああ、抜けたっていうね、この楽しさ、マジで最高なんで、ぜひね、皆さん使ってほしいわけですよ。ほんで、ここ見といて、これめっちゃ見どころ。鬼破りでラケット落として、そっから瞬間でボーン取るみたいな。素晴らしいっすよね。これがね、瞬間移動できるキャラの、特権ですよね。まあ、リープとかも絶対取られへん球であっても瞬間移動すれば取れるっていうね。これドリンクが来たらもう帳消しなんでね、瞬間移動で100。
ダメージを削られたとしても。なのでまあね、全然ね使い勝手いいわけですよ。まあ走るがね若干遅いのはやっぱデメリットなんですけども、ドリンク取ったらね10秒間はね、あの移動速度がプラス 30% ということで、もう問題なしのね、文句なしのスピードになれるので、まあそこまで心配する必要はないかなと思います。でまあたまにアウトもしちゃうんですけど、僕は基本的にですけども、全部あのジャストで、ジャストを狙うようにしてます。ジャストの方がやっぱりダメージが結構入るんですよ。ほら今みたいな感じでジャスト2連続出しとったら結構ダメ、あのジャストは出しやすいわけですよ。でもね、やっぱりオンザラインって打ちたいじゃないですか。やっぱオンザラインを打てば打つほど相手は取りにくくなるわけですよ。なのでそのね、オンザラインを打つ方法としましては、僕が一番多用するのはフォア側、だから尿でいう右側で打つときにですね、早いで左フリックしてあげるんですよ。ほんだらこの真ん中の方にさ、なんか線みたいな入ってるやんか、それより手前でなんかあの変化するブレ玉になるので相手取りにくいんですよ、マジで。で、ね、みたいになるんですよ。どうやって取んねんこんな球みたいなことになるんで、マジでおすすめです、この打ち方がね。別にね、あのバックが遅いで打っても多分あの可能とは思うんですけども、基本的に僕がやるのはフォアでやった方がいいです。フォアの方が球も速いですし、まあそちらでやっていただいた方が相手はね結構惑わされていいんじゃないかなと思います。その途中でこれね、ラインズマンエクセリア使ってるんですけども、あのたまにね SS 溜まってたらちょっとラインズマンエクセリアも使ってみたいなっていう感じで出したんですけどね。まあ2をね出しすぎてもね、ドリンク運とかもあるので、まあドリンクを増すためにエクセリア出したりとか、まあエクセリアも割とね MVP セラーと戦えんこともないんですよ。エクセリアって SS 打ったら、まあSS1 回につきね2枚陣しか出えへんっていうね、そうちょっとだけケチなとこはあるんですけども、まあその陣でリープを取ることができるので補給してくれるので、まああのまあなしではないかなっていう感じなんですよ。なのでまあ陣をまあ後ろに2つ張って、まあ真ん中に来たらね、そのスペシャルはね、そのスペシャルリープは抜けてしまうんですけど、そこだけ注意するようにして、まあボレーエリアに行く、ほんで相手のリープを全部消費させてからですね、そっから攻めていくっていうような戦い方やったら、まあ戦えんこともないかなと思いました。ただ相手の方が多分有利かなと思います。ドリンクが相手結構来るのでね、はい、こんな感じあ、うん、こうやって抜けてしまうんですけど、まあこれはあの皆さんは取れるようになってくださいね。僕は取れなくても皆さんは取れると僕は信じております。ほんでね、初めの方にね2王でつけたこの吐き抜きがめちゃめちゃ効いてきてますね。スペシャルの速度も遅くなるんで素晴らしいですね。でまあ2王の SS を打つ際のまあ注意点としてなんですけども、日本って3連 SS 打てるんですよ。ほんでその SS の効果に試合終了までずっと吐き抜きをつけるって効果があるわけなんですよ。でも MVP セレナってね、オバフロ状態やったら吐き抜きも効かへんし、あとはまあ普通に打球が向こうなんですよね。だからまああのオバフロ状態の時に3連 SS 打ち込んでも意味がないと。ただ日本はね、幸いにもダメージ結構入る系のキャラなんで、相手がオバフロ半分ぐらいの時に SS 打ってあげれば、まああの SS3 連じゃないですか。だから初めの2回でオバフロをなくして、そっから最後の一発で相手が体力緑なってるんですよ。その間に相手吐き抜きを食らわせるっていうような感じでやっていただけたらまあいいんじゃないかなと思っております。はい、まあこんな感じで陣が割れてしまったらね、エクセリアはね結構厳しかったりはするんですけども、まあまたね SS を打てば再配置できますし、ポイントがまた変わってもね、こういう感じ出てくるんで、まああのそうやって戦ってもまあなしではないかなと思います。このねエクセルも結構ダメージ割と入るんですよ、チャージキャラなんでね。この MVP セレナってオバフロ状態が終わるとですね、このリープがあのできひん状態になると、まあ、空中地面向こうもつかなくなるわけですよ。なので相手がね、ほらエクセリアって SS 打った時とかオーバーチャージ打った時に地面ギミックとか空中ギミックはなんかギミックボボボボーンって3つ出るんですよ。ほんで相手がそこにリープしてきた場合、相手がリープした後って空中地面向こうついてないので、そこでねめちゃめちゃ滑ったりとかめっちゃ凍ったりするわけなんですよ。だからそこを狙って戦っていくっていうのも結構ありやったりするんですよ。今回の試合ではそういう映像はなかったとは思うんですけども、まあ、結構それはそれで面白いのでね、まあ、空中ギミックと地面ギミック重なってる時に相手がそこにリープしてきてオバフロ状態が終わったらめっちゃおもろいんですよ。相手がまず凍るんですよ。ほんでそれ溶かしたと思ったら次地面ギミックでツル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 してね、あのもう身動き取れない状態になってて、すごいね面白い状態なので、ぜひともねエクセリアで MVP セレナの戦うっていうね経験もしていただけたらいいんじゃないかなと思います。でまあこの編成に関してなんですけど、この編成が強いとはあんま思わないですよ、正直ね。だって交代時をまずね誰も持ってないっていうね。まずこの真冬は交代時だったか、ほや交代時だったかもしれないんですけど、この暴走2王もダメージ厳選やし、エクセレアに関してはダメージ厳選でもいいとは思うねんけど、俺はもう2ポイント以降 SS 増加量プラス 20% にっていうやつにしてる。まあ、なんでかっていうと、まあ、普通のオーバーチャージでね、あのダメージも結構入るし、まああとはですね、普通に、ね、SS 回転率悪いんですよ。まあこの子のためのギアっていうのがね一応あるんですけども、それであってもたまにねループしない時があるので、まあ僕はね普通にもうヘリオ SSが打てるこのヘリオブライトプラス、まあ、SS 増加量プラス 20% にすることによってですね、 SS 回転もちゃんとするようにするっていうエクセリアを使ってるっていうような感じですね。
はい。あの、まあ、こんな感じで、めちゃめちゃボレー行ってあげたらですね、もう取れるんで、普通にラケットブンブンしてたらね。なので、おすすめです。ほら、こんな感じで、コールーンもなかなか強いわけですよ。なので、エクセリアも、ま、なしではないかなと思います。ただ、ちょっとね、慣れが必要なんで、ちょっと、初めからはね、勝てないかもしれないんですけど、まあ、徐々に慣れてきたらね、強くなってくると思うので、ぜひね、諦めずに練習していただけたらなと思います。そんで、こんな感じでダメージめっちゃ入るです。ほんで、多分、あえてあれやんな、あの、キアラと同じ能力まだ続いてるやつやんな、これ。多分、次打ったらオーバーフル状態になるんですけど、あ、俺なった。ほら、これでまた枯らすんですよ。これでもう一回枯らしてしまえば、まあ、相手はもうリープできない子になってしまうんですけど、また SS 打たれちゃったから、もうリープできる子になっちゃいましたね。まあ、これはマジで根性ですよ。もうずっとこれ耐えて耐えてすれば、まあ、ドリンク来ない時期も来るんですよ。ドリンクがいっぱい来る時期もあるけど、そういう時期があるからこそ来ない時期もあるわけなんで、もういっぱい削ってあげると。ほら、見て、これもうあれちゃう？もう相手のリープ終了の合図ちゃう？あ、ちゃうわ。あともう一回あるっていう感じで、相手がね、不幸にもね、スペシャル打ってしまったので、もうリープできない体力ないっていうセレナが完成したので、こうやってね、とどめを刺すことができました。いやー、匂う、なかなか楽しいので、おすすめっすよ、皆さん。